持ち帰り専門店店内にボケって書いてあるテレビは持ち帰りじゃないんかいみたいな。ここはご飯がセルフなんですよ。一杯もう行くどれぐらい過ぎても大丈夫っていう。自分が食べれる量を全然するわけよ。言い放題説明書、頼んでくれる数に比例してスタッフのテンションが変わります。ネズミタトゥーなど入れられているアーティスティックな方も当店は大歓迎です。え、逆ぞ逆じゃん。やっぱパンですよね。いいね、美味しそうやね。頼む。お疲れ様です。お疲れ様です。レオくん。今日もおつです。最近ね、よく会います、ね。そうだね。レオ率高いよな。高いですね。この前もあったしね、たまたま。って感じで、今日はまあご飯を食べに来ましたけども。かなちゃんも聞かせてもらいましたよ。そうなんよ。あのね、そうそうそう。ここな、ほんまおすすめなんよ。はいはい、私の。あのね、これおもろいのが、持ち帰り専門店、佐藤精肉直売所って書いてある。こっちに。店内にボケって書いてあるテレビはもう使いじゃないんかいみたいな専門じゃねんかいみたいな。この感じのギャップっていうか、なんかこの矛盾感強くねっていう。そう、そう不思議なね感じですね。そうなんよ、なんでっていうか面白いんよな。まずそれで私はここ入るじゃないのって。なるほど。そうで、ここは結構面白くて、はいはい、普通に精肉店やから、はい、めちゃめちゃお肉美味しいし、はいはい、値段もリーズナブルだし、え、美味しいんよ。めっちゃお買い物で私のおすすめしたいお肉なすごいっすね。すがれますね。あ、嫁中身がある。ホルモンの最近食べたんですよ。玉ねぎが1、はい、あとご飯を3、はい、横にすげえ入れ放題。とりあえず以上で、以上で今日はご飯がセルフなんですよ。でここが自分で継ぐ感じなんですけど、その1杯もういくどれぐらい継いでも大丈夫っていう、もう最強のセルフご飯なんで、私はたくさん食べます。今日も自分が食べれる量を全然するわけよ。入れ放題で、もう今の時は全然すぎますね。僕はそれ行きましょう。じゃじゃじゃーん、言い放題説明書があるんですよ。はじめに注文方法、ルール説明、飲む、食う、しゃべる、困った時はアフターサービス、じゃーん。どうだ、頼んでくれる数に比例してスタッフのテンションも変わります。オーダー加算とテンパります。人間ということです。そうそうそう。入れ墨タトゥーなど入れられているアーティスティックな方も当店は大歓迎です。え、逆ぞ逆じゃないですか。これが当店とスーパー銭湯の違いです。まあここね、焼肉焼肉の店にあるあるよっていう話を聞いて、まず、あっちカップ好きやから、はいはい、まあ、ちょっとマッコリとか、そういう韓国系のものも置いてあって、はい、しかも安いし、安いっすよ、で一番安いっすよ。で、肉が美味しい、食べてみてもらったら分かるけど、はいはい、美味しい、リーズナブル、コスパ最強みたいな、なので、すごいっすね。岡山焼肉って、もう絶対ここやろみたいな、私はそれぐらい推奨している佐藤精肉店です。はい、新館から来ます。ありがとうございます。はい、お待たせしました。お肉になります。ありがとうございます。
くわたんたんたたん一般にしたけど、なるほど、いいね。いや、これはな、これはな、絶対美味しい。やってやばい。掴めない。なんでこれだけ、これだけです、これだけ全部食べて、気になるお会計が4,000円以下じゃん4,736円。やばくね、これよね。そうです、あんまり食べたことないんだよね。あとはもう食べてみよう。食べてみます。コリコリしてても美味しいです。うん、ハート、ハート、じゃあ私はね、カルビ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 、はい、ここのメニューは鶏肉がめっちゃ安いんだけど、めちゃめちゃ柔らかいんやね。はいはい、ぜひちょっと焼けたら食べてほしい。食べます、食べます。あ、もうこれいけると思う。ケオ君これ食べて。いただきます。いただきます。鶏が、鶏、本当くない？柔らか、鶏肉って感じせんやろ。柔らか、めっちゃ柔らかいやろ。うまっ、めっちゃ美味しいな。行っちゃうんだ。え、どういう意味？え、これは、え、これはどういうこと？え、え、行く？え、食玩食類は飲食物ではない。ああ、そうなんですか。そういう人って、そうだ、そうだ、そうだ。行こうとしとったよ、今ずっと見えてて美味しかったな。美味しかったです、本当に。フードファイターやったな、今日。ね、本当に。どんだけ食べるん、自分。どんだけ戦うんって。そうそう、どんだけ食べるんって、自分で思ったよ。そう、もうめっちゃ言い出とるもん。やばいよ、ほんまに。はい。ということでね、まあ、ここを、まあ、佐藤精肉店直売所で調べてもらったら出てきますので、ちょっとこうなんか岡山の市からはちょっと外れてるんですけど、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。まあ岡山市ですからね、ここも。そうですね、岡山市です。はい、はい、じゃあ帰りましょう。はい、帰ろうか。フラバンスピチューブ始めました。
通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。